こんにちは、あたりです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダードライブシフトカーセット01です。はい、こちらのデラックスシフトカーセット、仮面ライダードライブの変身ベルト、デラックスドライブドライバーと連動して遊ぶことができるおもちゃです。早速開封します。それでは開封します。それでは開けます。出します。あれまだくっついてる、改めまして開けます。あれ出てこないぞ。ここもくっついてるのか。ずいぶん頑丈にくっついてましたね。はい、それでは、出しますと、じゃんじゃじゃーん、じゃんじゃじゃーん。はい、3体の、はい、シフトカーが入っております。左からジャスティスハンター、マッシブモンスター、そしてスピンミキサーの3台です。まずこちらがパトカー型のシフトカー、ジャスティスハンターです。はいはい、くるっと一周しましょう。はい、この黒い部分は全部クリア素材になってますね。なんとなくわかるかな、この辺見てみればわかると思うかな。クリアになってます。この窓ガラスの部分も全部クリアのプラスチックになっています。そしてレバーモードにすると、はい、こちらのマークが出てきます。はい、そして2代目マッシブモンスター、こちら目があったり牙があったりで、はい、今までのシフトカーの中ではかなり異彩を放ってますね。はい、ボディが全部クリアパープルになってますね。はい、で、唯一タイヤが大きいタイプのシフトカーです。はい、じゃあぐるっと一周、すごいカラーリングだな。はい、そしてレバーモードに、はい、ちょっと硬いなよ。はい、すると、はい、モンスターの、はい、マークが見えますね。そして3代目ミキサー車型のシフトカー、スピンミキサーです。ボディはクリアオレンジになっていて、はい、こことこのミキサーの部分がメタリックになってますね。かなり重厚感のあるメタリックグレーになっています。うん、そしてレバーモードにするときはこの先頭部分を曲げます。はい、するとこのミキサーのマークが出てきます。で、3台の中では唯一この先頭部分を曲げるシフトカーで、はい、唯一6輪のシフトカーになっています。こうやって3台並べて比べてみると結構それぞれ大きく特徴が違っていて、なかなか面白いセットだなと思いますよね。それではデラックスドライブドライバーとシフトブレスで実際に遊んでみましょう。まずはジャスティスハンターから。まずはタイヤ交換。シフトアップ。ハンター必殺技。次にマッシブモンスター。タイヤ交換。マッシブモンスター。そして必殺技。
そしてスピンミキサータイヤ交換スピンミキサー、そしてシフトアップ、必殺技必殺、フルスラトルミキサー、はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのはこちらのデラックスシフトカーセット01、こちらの3台を実際に遊んでみました。今後もどんどんねシフトカーが出る予定があるので、ね、手に入れて紹介していきたいと思います。それではまた次回、バイバイ。